アウェー山形やってまいりました。山形のこの山形城の公園はですね、本日から桜祭りということで、楽しみにやってまいりましたんですが、ご覧ください。雪に桜、つぼみのままです。咲いておりません。しかしもう想像で楽しむしかないよね。本来ですとこうなってるはずです。皆さん想像力を働かせてください。この一面雪景色の中で、私たちはチャンピオンズリーグのアウェーでモスクワに戦いに行く、チェスカモスクワ戦を前にしたインテルのサポーターのような状態になっております。ただ気温は思ったよりも、低くなく、まずまず試合にはなるのかなと思いますが、とにかく桜残念です。どら焼き買ってこれからスタジアムに回ろうかなというふうに思っております。大変です。貸しテレビがあります。貸しテレビという看板を発見しました。果物です。疲れず、疲れず、手書きだよ手書き。こちらがナウナヤングの店です。ズボンの続き、ベビーホームの隣にオールスリー、そして自転車、さらに隣のファッション。
ます。以上です。はい、1-0で完封。後半ですね、最後の方中村の右サイドが攻めも守りも機能しなくて苦しい時間ありました。ボランチに負担かかりましたけども 1-0 完封できたことは非常に良かったと思います。まあいろいろラッキーですけど、なんか審判に対してサポーター文句言ってますけど、ちょっと厳しめに頼みますって僕は新幹線の中で審判に言いましたんで、しょうがないんじゃないかなと。もう大してね、判定で、揉めるようなことはなかったかなと思います。ここで完封、次勝ちません。しっかり勝っていただきたいと思います。頑張った。次の J リーグ戦のご案内です。リアルミスのゴールになる。いやー、しかし試合後もこんなに売ってこんなにみんな食ってるとはね。いやだから面倒くさいからもうこれ半額いっちゃうの。半額だよ。揚げピッツァってピッツァじゃないんじゃない。